すでに実現している無人運転鉄道路線5000、何かと話題の自動運転、自動運転の実施形態によってグレードが決められています。グレード4、無人の自動運転は鉄道の分野ではすでに実用化されていることをご存知でしょうか。日本で営業中の自動運転の路線を5つ新しい順にご紹介します。一発目です。日暮里・舎人ライナー無人運転開始時期は2008年です。日暮里駅と見沼台親水公園駅間の 9.7 キロを無人で運行します。実際に乗車してきました赤戸小学校前駅への停車発車の様子です。快適な乗り心地、無人でも全く問題ありません。2つ目、愛知高速交通東部丘陵線無人運転開始時期は2005年です。藤ヶ丘駅から約西区間の 8.9 キロを無人で運行します。3つ目、東京臨海新交通臨海線無人運転開始時期は1995年です。新橋駅から豊洲駅間の 14.7 キロを無人で運行します。ゆりかもめより前の自動運転南港ポートタウン線無人運転開始時期は1991年です。コスモスクエア駅から住之江公園駅間の 7.9 キロを無人で運行します。ニュートラムより前の自動運転神戸新交通ポートアイランド線無人運転開始時期は1981年です。三宮駅から神戸空港駅間を無人で運行します。ポートアイランド線は世界初の自動無人運転路線です。最高速度比較です。1路線リニモだけがずば抜けています。目立ちます。無人運転は低速運転の常識を覆しています。まとめです。世界初の自動無人運転はポートライナーです。リニモはなぜか最高速度が速いという結果でした。本日はここまで。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。感想お待ちしています。